藤井茂太昭和20年1月14日は、日本の陸軍軍人。最終階級は、陸軍中将。福本藩公用人、藤井吉柄の次男として生まれる。外国語学校、陸軍幼年学校を経て、明治13年12月、陸軍士官学校を卒業して、砲兵将校となった。夜砲、第二大隊付などを経て、明治18年12月、陸軍大学校を卒業。参謀本部、第二局員、新国出張、陸大教官、ドイツ留学、兵艦総監部付などを歴任し、第二軍参謀として、日清戦争に出征。陸大教官、オーストリア公使館付、陸大教官兼教頭、陸大幹事を経て、明治35年6月に陸軍少将に進級すると同時に、陸大校長に補えされた。明治37年2月に日露戦争が勃発すると、同月に第一軍参謀長に補えされて出征。第一軍司令官の黒木為元大将を補佐した。司馬遼太郎の小説、坂の上の雲において、藤井は優れた軍参謀長として描写されているが、実際の藤井は優柔不断であり、軍参謀長の職務である軍参謀を統括し、作戦をまとめ上げる能力に乏しかったと指摘されている。日露戦争が明治38年9月に終結すると内地に凱旋し、明治39年2月に陸軍砲工学校長、明治42年1月に東京湾要塞司令官を歴任。明治42年8月に陸軍中将に進級し、同年11月に野戦砲兵官に転じ、大正2年8月に第12師団長に親補された。折から帝国海軍高官による大規模な汚職が発覚し、藤井の弟である藤井輝五郎、海軍機関少将が大正3年9月に軍法会議で懲役4年6ヶ月の有罪判決を受け、質感、域剥奪となった。第12師団は、格付けの高い一等師団であり、藤井は第12師団長の後にポストをもう一つ務め、陸軍大将に信任されることが確実視されていた。しかし弟の犯した汚職への道義的責任を痛感した藤井は、弟が有罪判決を受けるのを待たずに、大正3年5月に自ら第12師団長を辞して大名となり、8月に予備役に編入されて、現役を去った。日露戦争では、第一軍に外国の艦船武官が多数配置され、参謀長の藤井が、広報や苦情処理に苦心した結果、公表を博した。一方、藤井は苦境にあっても、艦船武官を意識して、平静を装わねばならず、外国人の常に身辺にあることは、誠に迷惑千万であったと後に感想を述べている。ありがとうございます。